ルイス・ティアント、ルイス・クレメンテ・ティアント、ベガ、ルイス・クレメンテ・ティント・ベガ、1940年11月23日体は、キューバ共和国ハバナ州、マリアナオ、ン、首都ハバナの一部出身の元プロ野球選手、投手。右投げ右打ち。相性は、エル・チアンテ、エル・ティアント、キューバ出身の父のルイス・ティアント・シニアは、アメリカ合衆国のニューヨークにあった。 ニグロリーグチーム、ニューヨークキューバンズのサワン投手として活躍し、当地のキューバ人からは、英雄視された存在であった。そんな父の一人息子として、偉大な父の足跡を追うように野球を始め、気球でこそ異なるが、父と同じ投手となり、まずは、地元キューバのリーグに入団した。2は、キューバのリトルリーグオールスターの選手になるなど早くから、頭角を表す。 ラテンアメリカで人材を探していた MLB のクリーブランドインディアンスの元スター選手、ベト・アビラの目に留まり、まずは2メキシカンリーグのメキシコシティタイガースへ月給150ルで移籍した。夏にアビラはフルスインディアンズにディアントを売り込み、同年オフに年俸3万5000ドルで契約を結んだ。その頃、キューバ危機が起こり、以後14年は、 キューバの両親に会うことができなくなってしまった。マイナーリーグでの活躍の後、7月19日にインディアンズで MLB 初登板。デビュー戦ではこの年にリーグ優勝することになるニューヨークヤンキースと対戦し、11奪三振、4ヒアンダの完封勝利を記録。ヤンキースの先発投手は後にアメリカ野球殿堂入りするサワン投手のホワイティフォードであった。 この年は後半戦のみの登板で10勝4敗、防御率2.83の成績を残した。は一時リリーフに転向し、先発は16試合のみであったが、うち7試合は完投。4試合連続完封をマークして12勝11敗、8セーブ、防御率2.79、以後に4試合連続完封を記録した当時は他に、ゲイロードペリー、オーレルハーシュハイザー、5試合、 コリーライドルの3人しかいない。2は258.1回を投げて、防御率1.609完封、264、脱三振、21勝9敗を記録し、最優秀防御率のタイトルを獲得する大活躍。防御率1.60は、現在でもライブボール時代が始まった、以後のアメリカンリーグ記録であり、同じ1968年に、 セントルイスカージナルスのボブ・ギブソンが記録した1.12位に次ぐ MLB2 位である。ヒ被安打率168は1シーズンの記録として MLB 歴代1位である。7月3日のミネソタツインズとの対戦では延長10回で19奪三振を記録。オールスターゲームにも選ばれた。2、アメリカ合衆国の市民権を取得した。この年は請求難に苦しみ、 一転して9勝20敗に終わった。12月10日、グレーグ・ネトルズやディーン・チャンスラー4選手との2対4のトレードでツインズへ移した。しかし1970年は右肩甲骨の骨折で7勝3敗に終わった。3月31日にツインズから放出された。アトランタ・ブレーブス参加のプル a 級リッチモンドで高騰し、 1971年5月15日に、ボストン・レッドソックスへ移籍した。このシーズンも、故障の影響で1勝7敗に終わった。25勝6敗、防御率1.91の成績を残し、2度目の最優秀防御率のタイトルを獲得、カムバック賞も受賞した。からの4年間は、安定して20勝近くを記録した。2は、チームの地区優勝に貢献。 リーグチャンピオンシップシリーズでも前年まで3年連続ワールドシリーズ優勝を果たしたオークランドアスレチックス相手に第1戦で3被安打1失点に抑えて関東勝利チームはアスレチックスを3連勝で下してリーグ優勝を果たしたワールドシリーズではビッグネットマシンと呼ばれ当時 MLB 最強チームと歌われたシ新シナキレッツと対戦した先発した フェンウェイパークでの第1戦2位は特別許可を得た両親が感染のために渡米し、14年ぶりに再会を果たした。両親の見守る中、0から0の7回裏に自らアンダを放ち、カールやストレムスキーの敵地打で先制のホームを踏む。この回チームは一挙6得点を挙げ、完封勝利した。連敗後の第4戦に、再び先発し、4点を失うが2勝目を挙げる。 レッドソックスは第5戦に敗れるが、第6戦をカールトンフィスクのサヨナラ本塁打ち勝って3勝3敗のタイに追いつき、最終第7戦にティアントが3度目の先発。序盤に3点のリードをもらうが、6回にトニー・ペレスに2点本塁打を喫し、7回にケングリフィー・シニアに死球を与え、盗塁を許し、ピートローズの同点的自打を浴び、同点とされて降板した。 試合は9回に1点を取ったレッツが勝ったが、敗れたにもかかわらず、ティアントは、ベイブルース賞を受賞した。2、4度目のシーズン20勝を達成した。限りで、フリーエージェント、FA で、ヤンキースへ移籍した。は8勝に終わり、は、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。しかし2勝に終わり、放出された。はまずは、メキシカンリーグのタバスコ・プラタネロスでプレー。 8月になって、カリフォルニア・エンゼルスと契約を結んだものの、2勝に、終わり、同年限りで現役を引退した。引退後の5月に、レッドソックス野球伝道入りを果たした。同年に32年前の父親に続き、親子2代でのキューバ野球伝道入りも果たしている。また、ベネズエラのウィンターリーグリーンはベネソラーナでベースボール、プロフェッショナルでもプレーしていた。 通算成績は37勝29完投、防御率2.27、1971年にはノーヒットノーランを達成した。2、ベネズエラ野球殿堂入りを果たした。3月11日にタンパベイレーズ対キューバ代表の親善試合の特別ゲストとなったことが発表された。2009年4月にティアントの46年ぶりの幅なき今何度も、 キューバへの渡航申請を出していたが、それまでは許可が降りなかったを扱ったドキュメンタリー映画、ザラ・ストソン・オブ・ハバナがアメリカで初上映された。1970年代前半に故障で速球が衰いたのを機に、トルネード投法のような打者に一度背中を向ける得意なフォームを生み出す。本来はボークを取られてもおかしくない動作であったが、彼特有のフォームということで黙認されていた。 12月にアメリカのスポーツ専門サイトのブリーチャーレポートによって MLBC に残る個性的フォーム1位に選ばれた。葉巻を好み、葉巻を自らデザインし、エルチアンテの名で販売された。現在、Facebook 上でティアントを殿堂入りさせるための草の根の,の活動が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。